どうもどうも、シトアノンです。突然ですが皆さん、何か感じたことはありますか？何か感じた時って、あとか、おとか言葉が出ちゃうじゃないですか。このあから最後のまで、すべての50音に小さいつをつけて言ってみたら、どれが一番感じる音になるのか、実際に検証してみたいと思います。あ、い、う、え、お、か、き、く、き、こ、さ、し、す、せ、そ、た、ち、す、て、と、な、に、ぬる、ね、の、は、ひ、ふ、へ、ほ、ま、む、む、み、も、や、ゆ、よ、ら、り、る、れ、ろ、わ、お、え、び、しり、ビリ、イ、エフ、チリ、エリチ、アイ、ジェ、ケ、エ、エム、エル、コ、ピリ、キュ、アルル、エス、チリ、ユ、ブイ、ダブル、エクス、ワイ、ズズズズ、あえ、き、いかがでしたでしょうか？みんな的にはどれが一番感じてる音に聞こえたかな？よかったら教えてね。チャンネル登録、ツイッターフォロー。